それでは北条裁判被告部会の記者会見を開始します。記者会見列席者につきましては、本日受付でお渡し資料名札等を参考にしてください。本日の記者会見ですが、甲状腺検査評価部会後の記者会見ですので、部会長、部会員のご所見をいただく場としての性格を明確にするため、検査を担当している県立医科大学の出席は求めておりません。まず最初に部会長から一言よろしくお願いします。どうもお疲れ様です。皆さんお気になったと思うんですけど、非常に内容が濃くてですね、一つの問題はすごくみんなで深く取り上げて熱いディスカッションが行われて、実は今日私あと2つ3つ準備してきたのは全然話し合う機会なくてですね、こんな風にして終わりました。でも全部県民のためでありますし、それからあと県民健康調査委員会の部会ですので、それをまた県民健康調査委員会本会に上げて我々の意見を挙げる、それから県の方に、要望として提出するというような役割かなと思っているので、そんなふうにして理解していただければと思います。そんなことでよろしいでしょうか。それじゃあよろしくお願いします。それでは本日の評価部会での議論を踏まえてのご質問をお受けいたします。質問につきましては、まず部会長を受けていただき、適宜部会員の方からご発言をいただきます。終了時刻は、遅くとも4時30分ということで予定しております。時間が限られておりますので、ご協力をお願いいたします。なお質問される際には挙手をお願いします。私の方でお察しますので、所属お名前をお話してから質問をお願いいたします。それでは、質問がある方は挙手願います。黒いシャツの、どうもお疲れ様でした。朝日新聞の本田正和と申しますが、特に今日は渋谷先生とですね、鈴木真一先生の過剰診療をめぐるやり取り、大変私ども勉強になったし、鈴木先生のその現場のですね、苦悩しながらやっておられるということはよく理解できました。その上でお尋ねしたいんですけれども、鈴木先生は今日ですね、その結局手術っていうか摘出ですね、それはその転移がリンパ節への転移がある場合とか、浸潤がある場合とか、それから本当に声が出なくなるようなそういう場合って言われたんで、そうするとここの点を私どもは今までもいろいろ聞きたかったところなんですけども、そうだとすると、これそういう治療が必須っていうことになると、こうスクリーニングというよりも発症50件に関してはね、発症と判断できると思うんですが、となるとこれはその今まで言われているスクリーニング効果というより、その福島県は実際にこういう小児甲状腺がんが多く発症している県っていうね、見方もできると思うんです、現状まで。それでもしそうではないとしたら、日本国中でこれやったら同じようにね、そのこれだけのそういう摘出しなきゃいけないリンパ節転移とか、それからそのまさにこれが過剰診療だけ出てくるわけだから、今日環境省から予算も来ておられましたけど、国はもっと真剣にですね、全国日本中で日本が果たして本当に小児甲状腺がんが多い県なのかどうか、そういうことも日本中で調べなきゃいけないと思うんですが、その点についてちょっとご助言をお伺いしたいと思います。はい、私も同意見です。それでまず小児甲状腺がん、私はたくさん小児をたくさん手術してるわけではないんですけれども、私の印象、それからいろいろ学会などで発表される内容を整理しますと、小児甲状腺がんのリンパ節転移は多いです。大人よりも多い。それから周囲にアグレッシブというのは激しく浸潤していくのも小児の方が多いと。発見した時の、腫瘍の大きさ、あるいは遠隔転移っていいまして、肺とか骨とかに転移するパーセントも一般的にですよ、多いです。それを踏まえて今回、50人かなの患者さんを手術されて、リンパ節転移とかそれが、どうなってるのかっていうのは渋谷先生がさっきの会議でおっしゃったように、やっぱり報告、我々も知りたいし、知る義務もあるし、それから県も報告する義務があるかなというふうには思います。それからもう一つ何でしたっけ、そのもう一つの
あ、そうですそうです。それも私環境省の委員会のメンバーなんですけれども、そこでも申し上げたことがあるんです、意見として言ったこともあるんですけども、これ全国レベルで被爆してない人たちのレベル同じレベルでぜひマッシブにですねやらなくてはいけない問題だというふうに思っていたんですね。で県民健康調査委員会でももちろんそういう話を僕は意見を言ったこともあるんですけど、ただそれをやることによってかえって反対の面もあると、効果の面もある。それは何かっていうとモラルといいますか、その子どもたちに与える影響です。何でもない我々は調べなくちゃいけないんだという問題とか、親もですね、でしかも50% ぐらい、 40% から 50% ぐらい B 何ですか、 B 判定ですか、いわゆる毛包が見つかってますですよね。それは見つかったけどこれは大丈夫なんだよって言ってもやっぱり診断された方が気になることで精神的なダメージも多いんじゃないかと。それからもう一つ、物理的にそれだけの人数をいろんな施設でやることが、施設的にとか人数的に可能、検査する方の立場のものが可能かどうかっていう問題もあります。そのようなことでなかなか私は難しい問題があるかなというんです。ちょっとフォローアップ、すみません、そうですね、ぜひ渋谷先生のご意見を聞きしたかった。僕自身は、福島はやはり特殊な状況に置かれているということで、私自身はその甲状腺の検査、特に超音波による検査による過剰診断というのはやはり問題だと思いますので、特に放射線の影響がないような件でやるということは僕自身は反対です。なぜならば診療しなくてもいい子どもたちの甲状腺を見つけてですね、ますます被害を増やすということで、僕自身はそれは、前回は津金先生もおっしゃってましたが、僕自身は甲状腺の立場からそれは反対です。それからもう一つ、本日 の実際にその甲状腺がんが放射線かどうか、それは前回も議論にありましたけども、その福島県内で線量の高い地域と低い地域を比較してですね、実際にその甲状腺がんのが上がっているかどうかを見るしかなくてですね、その個々のケースから判断はできないということですね。それからもう一つは過剰診断かどうかっていうのは先ほど話ありましたけども、その具体的にどういうクライテ、その基準によってそれが診療が必要だったと判断したのかと、そこまできちんと見せていただかないとですね、やはり難しいんじゃないかという気は個人的にはします。もちろん臨床の現場の先生方はその個々のケースを見て判断されますので、もちろんそのプライバシーの問題もあると思いますから、なかなか難しいというお立場は分かるんですが、ただ全体の中で何パーセント、こういうクライテリアがあってそれは何パーセントあったとか、そういうものは出せるんじゃないか、またそういうことを出すことによって実際に過剰診断の懸念とかそうしたものを払拭する可能性もできますので、やはり過剰診断云々というものはやはり少しずつ情報を出していって、臨床的な議論あるいは公衆衛生学的な議論というのは両方が必要じゃないかなと思います。ありました。フォローアップでもう短く端的にお聞きしますけれども、本当はその渋谷先生と鈴木先生との、ね、やり取りはもう少し深めていただきたかったんですけど、一番関心のあるところでですね、今日は時間もなかったんであれですけども、そのどうもお二人の議論を聞いているとですね、がんに対する認識というか考え方が違うからすれ違っているような気がしました。この私の意見に対するコメント、渋谷先生なりもしお答えいただければということが一つとですね、それからやはりもう春日先生お帰りになりましたけど、春日先生は非常にやっぱりその鈴木先生に対してまさに渋谷先生がおっしゃったそういうクライテリアとか、それからきちっとプライバシーを守った上でですね、どういう基準で例えば何件がそのリンパ節転移によるもの、遠隔転移によるものだとか、それからすぐ声が出なくなったとか、そういうものを含めてきちっと出せると思いますし、そこのところは多分県民の不安のもとにもなっていると思うんですよ。それでぜひ部会長として清水先生にもお願いしたいのは、もう例えば次のこの評価部会ででもですね、逆に言えばプライバシーを守った上でそういうデータを出せばより県民の理解が広まるんではないかと、この評価部会を開いた目的自体がそうであるし、ぜひ前向きにそこもご検討いただければと思いますが、よろしくお願いします。はい、はい、よくわかりました。鈴木先生と僕は全く目的は一緒ですよ。県民の不安を取り除くという、だから同じものを違うプロセスで見ているだけであって、ただ臨床的な考え方と公衆衛生学的な考え方、また使うタームが少し同じタームでも多分見方が違うので、その辺は多分そういうところは
議論の中できちんと明確にしていかなきゃいけないかなと僕自身も思ってますので、まあ、次回以降またその言葉の定義とかですね、まあ基準とかそうしたものに関しては特に我々が同じものを話してないと皆さんも分からないと思うので、専門家バカ同士の戦いっていうのは全くナンセンスなので、結局何のためにやってるかということをやはりきちんと認識して分かりやすいように議論もしていきたいと心がけていきたいと思います。で別に臨床対公衆衛生という二項対立は全くナンセンスであって、2つとも同じ目的でやってますので、そうした議論の中でいろんな問題点あるいは課題、それから明らかになっていくものになっていかないものっていうのがだんだん修練されてくると思うんですよ。ですからそういう議論自体がこの委員会のまたバリューであるというふうには個人的には思っています。がんに対する例えば治療すべきがんとは何かとか、まあ、春日先生もおっしゃいましたが悪性とは何かとか、その辺の認識は一致しているとお二人の先生の間で。いや多少はそこはあると思いますけど、まあ、ただその見方によってですね、はい、と思いますけど、はい、はい、僕の方からちょっといいですか。ちょっとこちらです、こちらです。ちょっと追加ですけども、例えば検診で5ミリ、4ミリ、3ミリのがんが見つかったとしますよね。でこれを手術するかしないか、どうやって決めるか、これはもうエコーで見ていくにはないんですね。手では触らないと思う、それから声も変わらないと思いますし、自覚症状の痛みも痒みも何もない、圧迫感もないと。でこの人このがんがどうなっていくかを見るにはエコーで見る以外ない。でそれはゆっくり発育するんで頻繁に調べる必要はないんですけども、1年なり2年なり1回ぐらいはしていかなくちゃ。それが唯一 のこのがんを 将来手術するかしないかはエコーで調べていかなくてはいけない。それが大きくなっていくか、あるいはリンパ節が出ていくかどうか、来るかどうか、それを検査診断するにはエコー以外ないんで、その点で定期的に検診を検出される人たちはやってるんだというふうに僕は判断します、はい。じゃあそっち2列目の男性の方。フリーランスの件ですけれども、清水先生にちょっと今の、手術するタイミングの手術のタイミングの件でちょっと確認したいんですけれども、実際に手術をするとしたらですね、例えばそのあと半年ぐらい、これをこのまま放置するとあと半年ぐらいで発症してしまって、また次のステージに行ってしまうとかですね、その次のステージに行くまでの期間っていうのは判断材料になるんでしょうか、ね、でもしあればどのぐらいの期間なのか。一般的にあれ私の経験でも半年ってことはないです。それは年予の単位で大きくなっていき、転移が起こり、リンパ節も含めてですね、というふうに思ってますので、まあ、小さいがんが見つかったからといって慌ててすぐにが手術をするというようなことはないというふうに思います。だとするとやはり入ってますかね。だとするとやはり先ほどの音楽記者の方から質問あったようにですね、今回のものはやはり先ほど先生も同意とおっしゃってましたけれども、発症をしているケースというふうに考えるとスクリーニング効果というよりも実際にがんが起きていたというふうに考えるべきなのかなと思うんですけれども、その辺の考え方というのは、それはあれですか、この事故の、はいはい、現行前から、それは、はい、現状 その見つかっている90人の数というのはスクリーニングというよりは発症しているというふうに。例えば大きいのは4センチぐらいのありましたよね、一番大きいので、その3年間で、はい、これはもう3年間で4センチ大きくなることはまず普通ないんで、それはもう前からあったと思いますけども。質問あれですよね、ごめんなさいです、はい、要するに放射線の影響で出てるってことですか。放射線の影響は置いておいて、とりあえずまずその数として多くなっているのかどうかということです。数ってのは見つかった数ですか。要するにスクリーニング効果なのかどうか、影響というのはその放射線の影響、因果関係はまた後での話なので、まず今の段階でスクリーニング効果なのかどうかということを判断するのが必要ではないかと思うんですけども。あると思います。だって専門家がこれだけの人数に対して一生懸命調べてるわけですから。あ、いや見つかるか、要するにその中で今まではそのスクリーニング効果、要するにスクリーニング効果の理由として潜在がんも見つかるというような理由も、いろいろなところでご説明がありましたとあったと思うんですけれども、そうではなくて今日の議論を聞いているとですね、潜在がんではなくて明らかに発症しているというふうに考えるとスクリーニング効果ではなくて、これは要するにがんの数というふうに考えて、潜在がんっていう考えをちょっと間違えてるかもしれません。潜在がん、それは検査をして見つかれば
小さい今まで気がつかなかったものが見つかれば潜在がんオカルトキャンサーと言えるというふうに思うんです。発症潜在がんも発症してますので、要するに今回手術したということは放置すると要するに進んで次のステージに行くわけですよね。それは鈴木先生の方がどんな患者さん90人のうち50人ですよね、はい、ですからあと40人の方にはもう含めて福島県立大専門家多分外科医みんなで相談して手術が必要としている患者さんを手術したんだと思うんですね。でそこのクライテリアというかこれは手術した方がいい患者さん、あるいは中には患者さんの方であるいはご家族両親の方がの方でやってくださいっていう方もいらっしゃったかもしれないし、それはちょっと僕は分かりません。いや単純にですね今日過剰診療かどうかというお話もありましたけれども、その過剰診療かどうかというのは仮にスクリーニング効果であった場合は過剰診療ではないかなということだと思うんですが、これがスクリーニング効果ではないとすると過剰診療の疑いも、晴れるというかですね、またそのためにも今日のそのデータが必要なのかなという、そう理解しています。今のそのスクリーニング効果というものがとそのがんの発症っておっしゃっていることのとかよく質問の意味がよくわからないです。要するにスクリーニング効果で見つかったがんを今スクリーニングをやった上で見つかったがんを我々今議論しているわけですよね。要するにその過剰診療の疑いがあるというのは、過剰診療というのは要するに検診をしなければなかったものですよね、はい、ただ手術をしているという以上は検診をしなくても近いうちに見つかるという、そういう鈴木先生にお伺いしたのは、はい、じゃあそれを実際にね本当に手術をする必要があったのかどうかという判断で、その判断基準というのは何なのかということを伺ったわけですよね。でそれはちゃんとした基準というのは検査して見つかった症例ですよね、はい、全部。いや検査しなくても見つかったんではないかなと思えるんですけど、それはないです。いやそれはないですよね。そうすると手術をしなくてもしばらくは進行はしなかったと理解していいんですかね、今の90人というのは。今の質問多分うまく翻訳するとですね、つまり50件を手術したというのは今日鈴木先生がはっきりとですねリンパ節転移や浸潤やあるいはもう声が出なくなるとかっていうことはですね、これもし放っておいたらですね非常にそういうその人の人生にとって重大な影響が現れたわけですから、スクリーニング効果がなくてそういうことなんですよ。それはね見たもんじゃなくちゃ診断したものではないとなかなか分かんないところがあります。先ほどちょっと申し上げたように神経に非常に近いところに5ミリのがんがあれば他手術を進めますっていうのは、将来少し大きくなって神経に浸潤しますしそのままいるかもしれませんけども、だから器官にくっついてればそのうち切除しなくちゃ、そういう問題で、それはおそらく手術した50人の方は何かちゃんとした理由があったかもというふうに僕は信じています。最後に1点だけ、先ほどその鈴木先生は、今回 の, そのデータとかは、いずれ論文という形で公表するということをおっしゃってましたけれども、この検討会評価部会としては論文の公表を待つことになるのでしょうか、それともそれ以前にデータの公表を求めるんでしょうか。論文っていうのはですね、論文の公表というのは何を公表するということなんでしょう。さっき鈴木先生がデータの公表は論文データの公表は鈴木先生は、はい検討しますという話だったんですけど、ですから次回でも論文でっていうのは論文でっておっしゃってましたよね。で社会的責任を果たすとおっしゃっていたので、あそうですか、個人的にはだからそういう大事な情報というのは適宜挙げてほしいとは思いますし、だいたい今回のその過剰診断が何というところで、じゃあそのきちんと適切なね治療をするための判断材料あったということをおっしゃってますから、じゃあその判断材料何だったのかということはもちろんシェアしていただければ、もちろんプライバシーの保たれる範囲でということだと思いますけど、はい、では一番前の2番目の方、
東京新聞の榊原と申します。ちょっとごめんなさい、基本的なことを確認させてください。今日も、これからいろいろなご判断をするため の情報を得るために、今の情報を出してくださいねっていうようなやり取りであったり、そもそも過剰診断とは何かっていうような定義のすり合わせみたいなのがあったかと思うんですけれども、ちょっと前回の前回の本体の方の、会が終わった後の会見で、真星先生が因果関係を調べることが第一のミッションではないっていうようなことをおっしゃっていたもので、ここの部会のその役割として、因果関係っていうものを議論していくのかどうかっていうところをちょっとまず確認させていただいてよろしいでしょうか。因果関係に対して結論を出すのはなかなか難しい、時間かかると思うんですけども、僕はこの委員会で部会でそれに関してはぜひ専門家で話し合いたいと思ってます。実は今回も議題として僕持ってきてるんですけども、一つ目の議題だけで30分経ってしまったので、ぜひですね、それは因果関係ってどうなってるんだろうってこと、皆さんもそうですし、県民の方もそうですし、一番気にされてるところなので、我々専門家でできる限りの知識と情報を共有してですね、で報告できればなと、あるいはそのことを福島県立医大にも要望したいなというふうに思っています。因果関係について出さなければあまり今やってることの意味がないと思います。みんなそう思ってるんですけど、星先生は第一のミッションじゃないっておっしゃってたのでちょっとその前提を確認したかったのがまず一つで、もう一つはですね、因果関係を判断する上での材料っていうのを今熱心に集められていて、これまでの、本体であったりこちらの部会であったりの議論を見させていただいていると、委員の方からは因果関係に対するご意見を述べるというよりも、それを判断するための情報をいただきたい、だからこそ今日もそれぞれの症例についてリンパ節転移の状況があるかどうかだとか、もっと情報を出してくださいっていうのはお願いがあったかと思います。で、先生もこれからの検討課題として、放射性要素の内部被曝のデータやっていかなきゃいけないねっていうような話があったので、私としては今まだその因果関係についての議論が本格的に始まってなくて、事実関係にとどまっているのかなと思ったんですけども、清水先生が本体の方にも出られているので、その因果関係に関する検討委およびこの部会での議論の到達点というのは今どういうところにあるのかというのをちょっと確認させていただいてよろしいですか。因果関係、先ほどから言いましたように、これがあるないというデータってなかなか難しいと思うんですけども、チェルノブイリと比較したりしながらいくつかはあると思うんですよね。例えば今まで出てるので僕は違うなと思うのは、チェルノブイリの事故の後、被爆した年齢が若い乳幼児0歳から3歳がピークがあって4歳5歳ってだんだんする、それから少ない、でこちら違いますよね。0歳から6歳までいなくて、それからだんだん多くなって、それがそのまま平行移動している。これはデータ的には全然違うんですよね、発症のパターンが。そういうのとか、あるいはさっきから話題になっている他の被爆してない人の同じジェネレーションのもっと大きな人数での比較とか、そういうのは、県内だけで低被爆地域、低汚染地域、汚染地域、あるいはそういうような人たちとのを調べて比較を調べるとか、そんなようなことですかね。他にそうやってしながら何て言いますか、定量的なデータでこれを証明するのはなかなか難しいと思うんですよね。まだじゃあそうすると、因果関係で検討委なり部会なりで、何か喧嘩あるっていうわけではないんですか。っていうのはよくその検討委員会終わってから座長の星先生がご意見、因果関係についてご意見いただくんですけども、あれをちょっとどういうふうに受け止めていいのか、星先生のお考えなのか、ある程度検討委なり、部会の議論も踏まえておっしゃったものを代弁されているのか、その辺の受け止めをちょっとどうしたらいいのかなというふうに思ってたもので、清水先生ご自身がどういうふうに受け止めておられるのかというのを聞いていいですか。本委員会っていうんですか、あちらの委員会ではそれに関して
あなたもきっといらしてそれに対する議論は深くやってないと思うんですよね。それ委員会の中では確かにされてなくて、終わってからのこういった会見の場で、我々報道機関の方から因果関係どうですかっていうのを、毎回これのようにお伺いさせていただいて、星先生の方から、健康影響は考えにくいっていうふうにご説明いただいてるんですけども、イメージ塾も今清水先生がおっしゃっていただいたように検討委員会の中ではちょっとまだ議論に入る前段にあるのかなって思ってたもので、そうするとまだ詳しい検討はまだ、されてないと思います、そうするとその星先生のご意見っていうのは、個人としての見解として受け止めたらいいのか、どういうものとして見たらいいのかなっていうのを、ちょっと今日これ始まる前の段階で、この部会が第三者機関だっていうような話もあったんで、第三者的な立場から見ると星先生のご意見っていうのはどういうふうに受け止めたらいいのかなっていうのをちょっと星先生個人のご意見だとは思いますけども、私も最初ここにこの委員会に出る前はチェルノブイリのこととか経験したりしながら見てると、あんまり今発症しているのは因果関係にはないんじゃないかというふうに思ってましたけども、こうやっていろんなディスカッションしている間に、ちょっとそれを真剣にもう一回さらになって考えた方がいいんじゃないかなというふうには思ってます。それはいいですか。例えば今日いらっしゃった清水修二先生はなんかのご意見、今日それも今日一応実は話したかったんですけど、議題に取り上がったかったんですけども、100ミリシーベルト以下は安全である、だからということを前提にして話を進めていくと、全てが否定から始まっていくと。だからチェルノブイリの3、4年以降から増えてきてるんで、3年前はから前はそうじゃないんだっていう前提、否定から始まっていくと規制概念ができてしまって、実際に本当はちょっと因果関係があったんじゃないかっていうのを疑う余地もないことから始まってしまうことがあるんで、その辺のところは気をつけて話し合おうじゃないかということを事前に僕は言われたんですよね。でそれをちょっと今日話しようと思ってたんですけども、次回に渡しますけども、そんなような考えですね今で。ごめんなさい、ちょっと最後にこれは僕からの意見なんですけども、今おっしゃっていただいたようにまだ検討委員会としてはまだ見解がないのかなっていうような印象があった一方で、例えば福島県立医大だとか復興省が出しているペーパーの中で検討委員会の見解として健康影響が考えにくいというような結論付け判断が示されているので、それは明らかに間違っているっていうことであれば、ちょっと部会長の方から訂正をいただいた方が、間違っているという言い方はちょっと言い過ぎだと思います。それはまだオンゴーイングで決して否定しているわけではないと考えにくいって言ってるんですよね。にくいというのはやっぱ方が僕は考えやすいというよりはこの2つを比較したらにくいと言った方がいいと思います。まだその分からないっていうような段階じゃないのかなっていうふうに、その分からないっていうのと考えにくいっていうのが与える影響を考えたり、なんかそういう言葉を使うこと自体がどちらが議論の途中なのにそういう結論めいたことを言うことが信頼性のことを考えるとちょっとどうなのかなっていうところがあったんで、今清水先生のご意見としては分かりましたのでありがとうございます。ついてどうでしょうか。最前列の真ん中の方。朝日新聞社の大岩と申します。一点はまた過剰診断治療の話に戻るんですけれども、今日のご議論を踏まえて、それでもなおやっぱり渋谷先生としては今回の福島で行われて見つかっているがんについては、過剰診断や治療の可能性があるっていうふうにお考えなのかどうか、あと他の先生方もし違うご意見でしたらそれも聞かせていただきたいのが1点と、あと今日の鈴木真一先生のご説明では、福島県内で手術を受けている子どもさんたちはそれなりの理由があって手術を受けてらっしゃるということで、必要だから受けているということだったんで、それは多分甲状腺学会の診療ガイドラインなどに沿ってやっているというお話だったんですが、日本では成人がん検診に甲状腺がんが入ってないのはそもそもがん検診
に入れるとそれが過剰診断治療になるからもともと入ってないということなんですが、そうじゃなくて鈴木先生がおっしゃるみたいに適切な治療が今回福島で行われているんであれば、他県日本全国で甲状腺がん検診をやっても同じように適切に皆さん治療が受けられることになると思うので、その辺ちょっとなんか矛盾してるなと思って、もしそれがスクリーニングして適切な治療ができるんであれば全国でがん検診に入れればいいわけで、その辺のことについてどうお考えか2点お願いします。1点目は私も未だに過剰診断の可能性は否定できないと思います。その理由は先ほど申し上げましたけども、やはりその適切な手術をするという決断というか、その辺の判断基準というのがやはり少し明確にしていただいて、もし、まあ、もちろんプライバシーの確保できる範囲内で結構ですので、そうした議論を進めていくことで実践過剰診断がどうかということも分かってくるでしょうし、で、まあ、他県に広げるというのは前回も津軽先生は明確に否定されてましたし、世界的にはもうすでに確固とした過剰診断治療という傾向がありますので、まあ、日本でやってみなきゃ分からないという意見はあるかもしれませんけども、全くそのしなくてもいい手術をですねして傷が残ってホルモン治療しなきゃいけない子どもたちを増やすという面では、僕はそういう他の県、まあ福島はやはり事情が少し違ったということでやらざるを得なかったという状況は理解しておりますし、ただその中でももしそういう過剰診断過剰治療の可能性があるならば、少しもう一回検討したらいいのかなということを繰り返し申し上げているわけで、何がいい悪いということではなくて、現状としてそういう可能性は否定できないということを繰り返し申し上げた次第です。この問題はですね、今回の福島の問題とはだけではなくてですね、昔からねそれはある話で、それでただし今回の福島の検診っていうのは一体何のためにやってるのかと、それは今までの例えばチェルノビールとか、それから原爆後の原爆投下後のやるとかですね、そういったものを踏まえた上でやりましょうというふうな形でやってるので、それを過剰診断とか、それからもう一つはですね、過剰治療に関しては全くまた別な話でありまして、それを治療するかどうかというのはその適応に合ってるかどうかというふうなことで、まあ鈴木先生どうされてるのか先ほど確認しましたけど、一応ガイドラインにのっとってやっていらっしゃるというふうなことでしたので、それを過剰と呼ぶのかどうかっていうのは、どうかなというふうに思います。で、現在やってることが本当に過剰診断ということであれば、それを検査なんですかね、福島で今やっている特別にやっていることそのものが否定されてしまいますので、そこをあまり過剰というふうに、私もちょっとそれはいかがなもんかなというふうには思いましたけど。ですから実態としては過剰診断が起きているかもしれないけれども、福島には別の事情があるからやってるんだっておっしゃるんだったらすごく納得できるんですけども、今日の、会見にはいらっしゃいませんが、県立医大の説明ではそうじゃなくて過剰診断はないんだっていうご説明だから、で本当にそうなのかなって言って、もし本当にないんだったらもともとがん検診に入れればいいじゃないかって思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。おっしゃる通りだと思いますよ。だから福島以外でそれを全部適用したらおかしいと思います。はい、続いて、一番後ろの、はい、すみません、簡単に1点だけなんですけど、1巡目終わって、年齢を拡大するとか、そういった例えば後ろの 10代の子に多かったようなデータもあるんですけど、年齢を拡大するとかそういった考え方とかっていうのは今後あるのかどうかって、その1点だけお聞かせください。それは私たちがやることじゃない、どちらいかがですか。すみません、年齢拡大という意味は、今やっているその検査自体がですね、自己当時18歳以下の県民を対象にですやっているんですが、それは18歳以上もやるという意味、拡大という意味は当時19歳、20歳だったみたいなぐらいの方に拡大していくこととかっていうのはあり得るんでしょうか。はいはい、それはないです。今と考えておりません。ありがとうございました。
一番向こう側窓がある方。林守と申します。熱い議論ありがとうございました。今あの委員の部会のお話の中から広島長崎やチェルノブイリを踏まえた福島の事情があるという説明があったんですけれども、それはどういう事情だというふうに考えていらっしゃるのか、もう少しあの詳細具体的に教えていただけないでしょうか。はいはい、この放射線の放射線の被曝の影響が本当にあるのかないのかといったような住民のご心配を事実として一体あるのかないのかというのをやっぱり調べる必要があったんだろうというふうに私は捉えてますけど、他の委員の方もそうでしょうか。はい、そう思います。明らかにチェルノブイリ、規模とかいろんな環境も違いますけれども、同じような事故が起こったので、これはそのことを踏まえて検査を始めたんだというふうに理解してますけど、その場合はごめんなさい、もう甲状腺がんに関してですね、本当に超音波使うべきだったかどうかっていうのは議論のところだと思います。もしがん登録が、ね、整備されていて、そのがん登録来た患者さんもきちんと精査して治療するんだったら、それはそれで良かったのかもしれないです。それはあとになって言えることですけど、当時はやはり超音波で見なきゃいけないという議論もあったということは認めざるを得ないと思いますけど、ただその超音波を使うことによって過剰診断の可能性があるかどうかというのをきちんとやはり明確にね議論すべきだったというのは今になって言えると思うんですけど、やはりその可能性はあると思いますけど、私もう一つ確認したいのは、不安に思っている人が検査を受けられるという制度ができることは大事だと思うんですけれども、全員にスクリーニングするということはその県民の要望だというふうに考えていらっしゃるということですか。どこでボーダーを引くかというのは僕らには分かりませんけども、でも僕は36万人ってものすごい人ですよね。これ検査するの大変なことだと思うんですけども、それをやるということは、敬意を表するし、僕はここまで来たんだったらちゃんとやった方がいいと思いますね。できるだけたくさんの人に、それでその結果をちゃんとお話しして安心してもらうと。すみません、あと最後一つ、安心のためには甲状腺以外の被害影響を含めて検査を受けられるときにきちんと検査を受けられるという体制の方がより有効で、しかも過剰診療に関してもですね、きちんと説明されてもらえば、さらなる不安も招かなくていいように思うんですけれども、それはいつでも受けられるっていうことですか。こう定期的にやるんじゃなくて、今いろいろあると思いますけどね、受けたい人がちゃんと受けられることが大事なんであって、全員に受けなきゃいけないとかいうことではない。でそうすると甲状腺以外のことについてもですね、血液検査ですとかいろんなことについてもっと広く受けられるようになっているということの方が有効なんではないかなと思うんですけども、ただね、統制取れなくなっちゃったと思いますよね。つまり気になってるからってしょっちゅう来る人もいるだろうし、必要ないのに検査を今度はたくさんしなくちゃならない。例えば5ミリ小さい乳頭がんが見つかったとして、それを3ヶ月あるいは中に1ヶ月に1回ぐらいチェックするっていうのは過剰、それこそ過剰診療だ検査だし、それは我々の方でちゃんときっと検査する診察する方は説明してあげて、1年に1回でいいとでもいいとかね、手術した方がいい、それは僕らの方で判断することだ。本当に早めに見つけて治療した方がいい病気、例えば高血圧とかね、糖尿病とかありますし、そういう方っていうのは自分が気になっていかなくても進行している場合がありますよね。ちょっと例は違うかもしれませんけど、そういうの場合はやはり多数でやるべきだと思いますし、行きたい人だけ行くときに安心っていうのももちろん一つの手でしょうし、公衆衛生学的にはマスでやった方がいい場合もあるので、その辺をいろいろ検討して最終的に決められたんだと思うんですが、その経緯はその時のプロトコールを作られた方々には再度確認された方がいいと思いますけども、ちょっと今のことを補足させていただいたら、おそらく県の方では県民健康調査全体でやってる分の中には来
規制路線として やってるものの制度を使って健康管理をしっかりやっていきましょうということで、一般健康診断の中にそういったものがフォローできるような体制を作ってますし、妊産婦さんに関してもフォローできるような形にしてたり、メンタルヘルスの相談っていうのも受けられるようにしてますよって、それはそっちの方の今最後にご指摘いただいたような趣旨のところをやってるんだと思いますけれども、そのあたりも十分だとお考えでしょうか。その受診率とか実際窓口としてどうなのかっていうことですかね。説明の内容を含めてです。それはちょっとここにはそちらの方の情報っていうのは一切私たち受けてないで、甲状腺部会っていうことで今ずっと議論あったように甲状腺のところが中心になってますので、それについてはちょっと、はい、なんか広島長崎チェルノブイリを受けて甲状腺、なぜ甲状腺ばかりに注目されるのかっていうことについては、ぜひこの評価部会でもですね、検討していただきたいなというふうに思います。県としてお答えします。この評価部会はですね、あくまでその健康調査の中の甲状腺検査に特化して、そこでよりですね専門的な意見を伺いましょうということで設置しています。ですからその問題につきましては、県民健康調査全体のですね、話ということで、多分その検討委員会の中で話されると思います。で、今の話はですね、まずその甲状腺検査につきましては、多分その制度設計の時ですね、非常にその性能の高いその13、いわゆるその、警戒区域等のですね市町村だけって話もあったんですが、やっぱり検討してですね、県民健康、県民全体の健康を守るという視点から、やっぱ全県民対象をやりましょうと、要するにその占領につきましても、当然、その相次ぐ低い地域でもあっても、当然占領、占領的にはありますから、ありますから、やっぱり県全体としてやりましょうという話で、今、全県民対象としたことでございます。で、甲状腺以外の部分につきましては、先ほど話し合ったようにですね、例えば妊産婦のところですね、心のケア関係とか、それプラスですね、全県民を対象に健康審査をやってます。で、基本的に健康審査につきましては保険者がやることになっているんですが、ただそこでですね、できないそのチャンスがない部分がございます。というのは、例えばですね、具体的に国保のですね、19歳から39歳までは検出する機会がございません。で、その辺を我々がですね、この県民健康調査事業としてフォローアップしてですね、やっていただきましょうということをシステムになっています。ありがとうございました。最前の窓側の方、読売新聞の曽畑と申します。今日はありがとうございます。先ほどの因果関係の議論に戻るんですけれども、時期についてはいつを考えていらっしゃるのかを教えていただきたくて、以前最初の評価部会設立した時には星先生がこの場でですね、来年の夏というふうにおっしゃっていて、来年の夏というのはつまり今年の夏ということなんですけれども、もしかしたら今日何かそういう議論があるのかもしれないと思っていたんですが、それがなかったので、今後議論されるとすれば、いつそういった議論になるのか。で、あと内容についてですね、今、星先生の方が考えにくいということを検討委員会の方で何度もおっしゃっていますけれども、なかなかそのすぐに議論をするとなるとですね、なかなかその定量的に因果関係を断定することは非常に難しいということになれば、その考えにくいという以上の内容が見解としてこの評価部会から出てこないんではないかなと思うんですけれども、そうするとその見解を出す意味があまりないんではないかと思うんですけれども、そのあたりを教えていただけますか。因果関係に関してはおっしゃったように夏頃って言ってましたね。で、今日実は僕は本当に因果関係のことも入ってたんです。それでできなかったのですよ。で、次回にはせっかく甲状腺の専門家の評価部会なので、甲状腺のことだけお話を評価部会なので、ぜひ次回はそれを結論どこまで、結論は出ないと思いますけれども、どこまで話せるかやってみたいと思います。はい、後ろの男性の方。すみません、TBS の天野と申しますけれども、渋谷先生に、お伺いしたいのが、その過剰診断に関することで、その現在その見つかっているその悪性ないし悪性の疑い90人およびその確定した50人がその過剰診断の結果も可能性も否定できないというその根拠について、その一次情報リンパ節への転移を含めたその情報が一切そちらの方にないとされている中で、何を根拠に
過剰診断の可能性が否定できないというふうにおっしゃるのか教えてください。はい、まあ、前回津金先生も一般論として海外の知見をもとに述べてましたけど、もちろん日本の中であるいは子どものスクリーニング、超音波使った甲状腺スクリーニングというのは非常に日本でも初めてだと思います。世界的にも珍しいので子どもの中ではそうした知見は今のところ少ないと思うんですが、少なくとも成人アダルトでは世界的に甲状腺がんの発見有病率というのはもう急速に増えてますし、それは超音波を使ったことによって韓国などの事例でも明らかですし、ただ死亡率自体は少しずつ下がっているということから、そもそも手術をしなくてもおそらく寿命を全うしたであろうというケースはが増えているというのは間違いないということだと思います。ただもちろん子どもの場合はおそらく初めてのケースですので、私はあくまでも過剰診断、まあ、過剰というとあんまり聞こえよくないのオーバートリートメント、オーバーダイアグノーシスという言葉を使いさせていただきますけど、そういう可能性は否定できないということです。やはり一般論としてこれまでの所見の上から否定できないと言っている以上のものでもではありません。はい、その通りです。他の研究、先行研究あるいは他の国のデータから申し上げている次第です。はい、ちょっと付け加えると、さっきの因果関係のことに関してはどういう話をするかっていうのは、因果関係を調べるには何が必要かっていうことから始めなくちゃいけない。まだ何のデータもないんで、すぐにそれが結論までいくことはまたありえない。最初どんなことを知ることが必要かっていうことから専門家の間で話し合いたいというふうに思います。あ、すいません、はい、挙手の上お願いします。窓側の女性の方。フリーランスの相原です。先ほどのから渋谷先生質問集中して、またちょっと渋谷先生じゃなくても構わないんですけれども、今回その過剰診断の議論の際にですね、そのアメリカのようにオープンデータになってない点ですとか、いろんな問題があって、まあ、そもそも今日初めて毎回毎回県民健康管理調査の時からリンパ節転移のことは聞いてるんですけど、ようやく出てきたっていうこともあり、その、今後ですね、この検討会として他にそういった必要なデータを公開求めていくっていうことはありえますでしょうか。それ1点と、もう1点ですね、その論文の準備をされてるってことが出ましたけれども、鈴木先生の方からその論文について考えますとね、その非常にその甲状腺がんのネガティブな歴史を見ますと、その論文を書くために患者さんを集めて、その囲い込みをして、そして検体が欲しかったというのは過去のですね、こう悪しき歴史などを考えますとですね、やっぱりこれオープンデータでどんどんやっていく、検証するような視点が必要であろうと、そういうふうな役割もこの検討会で持たれるのかってということと、あと今回ベセスダシステム、これまだシステムですよね、ベセスダシステム、クライテリアになってないシステム、くらいなっているんですか。まあ、そのベセスダシステムをここで導入することによって、その過去の、そういった、まあ100万人に2人と1人2人とかですね、4000人400人に1人2人とかっていうデータとですね、その、比較した際に、今回のそのベセスダシステムで言いますと、悪性腫瘍の中から除外するっていう部分が入ってますよね、入れないという老化がんを入れないっていうふうなクライテリアであるとするとですね、数値が変わるっていう可能性があるわけですね。こう中に入れて、該当を入れてってっていうことではなくて、除外していくっていうクライテリアと考えますと、そういった意味でその過去のものと比較する点で何か、問題がないか、加藤先生もしその2今2点です。オープンデータに関しては、まあ、できるだけ、評価部会として意見をまとめて、県なりあるいは福島県立大なり必要なデータ、我々も知りたいデータを含めて、これからも予防していきたいというふうに思います。論文に関しては、まあ、論文がいわゆる正式な公表ですね、世界に向かって、でそれによってやっぱりちょっと時間かかるのもありますね。だから、まあ、それに向かって論文に向かっていろいろしっかりと
整理されていくデータがあると思うんで、それに関しては公表できる範囲ではこれも我々は知っておいて教えていただいて、それをもとにこの委員会の意義を、ね、もっと高めていきたいというふうに思います。だからベセスダのことに、まあ、短時間でしたので細かく説明はできないんですが、今お話しされたのは露放性腫瘍の量悪性に関してなんですが、これは世界的な統一基準で被膜、腫瘍の周りの被膜ですねをこう入り込んでいる所見を拾ってやるわけです。ですからそれは細胞診では非常に困難なことなんです。でどんな他の分類に合わせてもそれは困難なんです。でベセスダではそこの部分を一応そこを考えないというかですね、その露放性腫瘍、露放性腫瘍の疑いっていう形で取り扱ったんですが、基本的にはそこの腫瘍はそこの部分は非常に細胞診では困難な部分ですので、あまりそれに対しての影響っていうのは他の今までのやってきたものとの影響はそれほど大きくないと思います。ベセスダでも今までのデータを振り返ることは十分に可能だというふうに私は思っております。はい、終了時刻過ぎてしまったんですが、今手を挙げてお二人の方だけで、質問を終了したいと思います。じゃ後ろの2列目の女性の方、すいません、2点あります。1つ目はですね、渋谷先生なんですが、渋谷先生がランセットに書かれた通りにそのプロトコルの、見直しのようなことを、提案されていて、今日 の、 その鈴木先生の答えでその都度を考えたいということで、ちょっと聞き取れない部分があったので、科学的にそのコホートをきっちりと作るような必要ないというような、意図というかな、この健康調査というのはその目的がですね、不安をこう解消する目的で、そういったそのきっちりコホートを作るというものとはちょっと違うというような趣旨のことを発言されてたかなと思うんですけれども、そうなりますと少しその先ほどから出てるですね、因果関係を明らかにしていくときに問題があるのではないかと思いまして、実際アンスケアがこの間出されたリポートの中にも、例えば甲状腺についてきちっとした広報と、設けてやるべきだというようなことを書かれてたと思うんですけど、これに関してもう少しこの評価部会で何かこう提言というかですね、今後の方針などについてきっちりと出すべきなのではないかとも思ったんですけど、そこら辺一点お聞きしたいと。もう一つはですね、清水先生なんですけれども、これは素朴な疑問で、先ほども出てた通りに、乳頭がんとは男女比で見ると、女性の方が多くてですね、実際今 の、 数値で見ると、10ポイント以上男の子の数が割合が多いかなと思うんですけど、ここら辺というのはちょっとスクリーニングバイアスで何かこう説明つくのかわからないんですけど、どういうことが考えられるのかっていうのをちょっともしよかったら教えてください。じゃあ最初の点については私の方がですね、ランセットのデータに関しては2点ありまして、1つは過剰診断今日注目されましたが、でもそれが本当ではなく、本来の目的ではなくて、やはりその現在の調査のデザインでいくと一番大事な因果関係、要するに放射線量と甲状腺がんの発症率ですね、その因果関係というかですね、要するに容量反応関係というのが分からないわけですよね。ですからそれであるならば、少なくとももうすでにやってしまった福島県内の放射線量の高い地域と低い地域で、個人のレベルの属性をマッチングすることによって、放射線量の違いによってどれだけ、甲状腺がんの発症率が違うかということを見るのが、現在では一番ベストだろうということで提言させていただいた次第です。ですの で本日は鈴木先生も、必要があればプロトコールを、検討委員会の方でも検討する、改定も検討するとおっしゃってましたので、そうした方向で最初に決めたプロトコールから適宜必要な修正を加えていくというのは僕は全く悪いことじゃないですし、それをぜひしていただければと思っております。後半の質問ですけども、男女比のことに関してはこの疾患は女性に多いですね。で一般的には1対 7.7 とか1対8ぐらいっていうふうに言われてます。ただ今回の発表を見て、こちらの検診の結果を見ても、あるいはチェルノビリの結果の男女比でも女性のもちろん多いんですけども、男児の割合が少しずつ増えてる、高いんですね。つまり
今回の 1.3 ぐらいですかね、1対3か1対4ぐらいだと思うし、あのチェルノブイリの方もそうですね。でこれがなぜかっていうのは分かりません。それはあの男女同じだけ調べたからそういうふうになったのか、あるいはあの今までのこの結果は手術したあるいは診断のついた患者さん、あるいは手術した患者さんが多いと思うんですね。だからそういう患者さん の, あの統計で1対7ってなると。でこれ今回はあの、確かにおっしゃるようにスクリーニングの場合はかかってるかもしれません。ちょっと男児の方が少し多いかなっていう感じがします。じゃあ最後になりますが、一列目の方。共同通信の篠原と申します。長々とありがとうございます。2点伺いたいんですけども、あのデータ、あの先ほどから出てるデータの公表のことについてと、あと今後、まあ、次回ですね、次回の部会が何をするかっていうのを伺いたいんですけども、1点目はあのデータの公表で、まあ、特に今回リンパ節転移この数を、まあ、医大の方に出してほしいと、可能な限り出してほしいという意見を出されたと思うんですけども、これはあの県として、あの委託している県内市はこの部会の設置者は県ですけども、県として、委員会、まあ、部会でこういう意見出ましたけども、県としてどういう対応をされるのかというのが1点です。もう1点はあの先ほどあの影響のお話、あの何らかの見解をという話もありましたけども、あの親部会本検討委員会の方が、まあ、次回で大体データが出揃うんじゃないかと、見ておりまして、そこであの座長の星先生はじめ親部会の方で何らかの見解、まあ、データが出揃って何らかの見解が出せればいいと、出せる方向で準備しているということを今まで星先生座長おっしゃってますけども、もう部会、次回の部会、多分まあ親部会の後になると思うんですけども、次回の部会ではどういったことをされて、まあ親部会でそういった見解出されますけど、どういったリンク、関係をしていく、その2点お願いします。あのまず次回の部会の議題に関しては今日の議事録をよく読んで、それで必要なことをやっていきたいと思います。僕は今日実はやりたいと思ったことがいつかあったことは残してあるのは、あのこういうことをやりたかったということは先ほどお話したと思うんで、それも含めて次回には時間内に終われるようなあの計画を立てたいと思います。それからあと事務の、あの今のですね、あの、まあ、リンパ節転移関係のデータ公表ですけど、非常に重要な問題だと思っています。それでですね、あのまずそのそういったその専門的なことにつきましてはですね、我々としてはまず専門部会として、まずその上部の機関であるですね、そういった検討委員会に、まあ、提案なりですね、要望なりにしていただいて、その上でそのあの上部の機関であるその検討委員会の中で議論していただくというのがいいかなと思っています。それと補足なんですが、先ほどの星先生がですね、夏をめどにですね、その因果関係の話をしたいということについてはですね、多分あの先行検査でですね、3月で終わったということで、そのデータがですね、まだその特にその会津地方のデータ、特にその二次検査以降のデータがですね、まだ出揃ってないということもございまして、その辺のデータが出揃う時期はですね、多分7月ぐらいになるのじゃないかと。それを受けてですね、この次回のその検討委員会の中で、例えばその、例えばあの会津のですね、データと、まあ、その線路の陸橋のデータとその浜の高いところのデータを比較するということも考えられるんじゃないかという意味だと思います。時間ですので大変申し訳ありません。はい、この評価会はやっぱりこれまでと同じように検討会の後にやられるんですかね。要するにもともと評価6回はなんかその頻度高くという話あの基本的にですね、最初これあの今までの経緯もあるんですけども、経緯、あの多分あの今度ですね、あのまあ先行検査が終わったということで、みんなデータが出そろったことで、多分8月9月をめどにですね、検討委員会を開いて、その後に多分同じようにですね、部会を開くかと思います。でそこでですね、ただその検討委員会と部会の関係ってなかなか難しいところがあるんですが、やっぱり我々としてはですね、やっぱその、まあ、検討委員会というのはですね、甲状腺検査だけじゃないんで、やっぱ検討委員会の中でそういった甲状腺に関したそういう意見とかですね、ものをですね、出していただいて、さらにですね、それをどちらかというとセカンドオピニオン的な感じでですね、部会でよりその深めていただくということで我々考えております。あの今日の評価部会の議事録を含まれて
報告をするんです。あの県庁調査委員会 本委員会ですか。でそれを踏まえて、あだからこういうところで要望、こういうことよ、あの決まりますよね。今いろんなこと聞かれたから、それをその本委員会で僕らはあの報告します。それでそれでまた委員会開かれ、本委員会開かれて、そうじゃないとまた我々その前にまた開いても別にあまり効果的ではないかなというふうに思うんですけど、検査はい、時間もつきませんので、以上をもちまして記者会見を終わりにしたいと思います。